こんにちは。ここはスロームーブメントの楽屋です。私はパフォーマーの広岡美和です。よろしくお願いします。岡村ひろきです。よろしくお願いします。広岡から来ました。8名のパフォーマーとクリエイティブチームがパフォーマンスの準備をしています。花井さん、カンバルさん、総裁の本さん、衣装お願いします。あ、はい、呼ばれたみたいだね。そうだな、呼ばれてるかな。衣装見てみたいから、ちょっと見に行ってみようよ。見てみようか、ちょっと、うん。カンバルさん、カンバルさん、ちょっと行くか、ちょっと失礼します。低い声とええ声なってたな、これな。あれか、あ、オート位置とかな。頑張れ。よいやな、これ。あのところの衣装が届く？それ届くかな、ちょっと衣装がちょっと届くかな、ちょっと待って、ちょっと衣装届くかな。どうやって撮るんだろう。あんな簡単に動いちゃうんだ。でもどうやって撮るの？なあ、ロックも使ってみようかな。無理みたい。なんかいいアイディアあるのかな。じゃあこっち、こっちください。はい、あ、すごい、こんな棒があるよ。ちゃんと道具ね、作ってもらったんだから。あ、ちょっと待って、よいしょ。ああ、もうね、ギリギリ。いけるかな。いけるか、いけるか、いけるか。はい、はい、あ、そうだ。おー、うまかった。これ、カンバラ、あれ、エロコツさん、これ。はい、よいしょ。取れました。ちょっと、早く着替えないとさ、さっきもちょっともうギリギリだったんだけど、カンバラさん、早く。取れたね。取れましたね。こんな簡単に売り出ちゃうなんて、さすが頑張れさんだね。頑張れさん、ほぼ間に合わないんで。頑張れさん、ありがとうございます。衣装の武田さんがいる。ちょっとインタビューしてみよう。はい、インタビューしようか。インタビューしようか。こんにちは。お名前なんですか？衣装の武田です。この衣装の特徴を教えてください。今回はがステージの前の方でストレッチをしている時の服もそうですし、みんな本番の衣装も全てラック産業さんの布でできています。で、特徴としてはすごく伸縮性があるものなので、それぞれポコポコしていたりふわっとしていたりシュッとしているデザインですが、全部ワンサイズでどんな体型の人もどんな身長の人も着られるようになっています。そしてひろきくんがつけているこういう装飾は沙織工房優さんのボタンを使っています。ありがとうございます。すごいね。すごいね。こんなに迫力あるし、迫力あるしな、口で見しやすいし動きやすい。あ、そうだ。すごいね。すごいね。あ、行ってみようか。それ、あそこに面白い車椅子あるよ。ほんま、行ってみようかね。じゃあ行ってみようか。それ、こんにちは。名前なんですか？はい、私の名前は望月です。それとこの車椅子はヤマハさんとヤマハ発動機さんが共同で作った音を奏でる車椅子、アンディです。はい、この車椅子は音を奏でる車椅子としてですね、タイヤのところにという、太鼓がついております。しかもここにですね、この音符のようなヨットの帆のような布がついてるんですけれども、これなんとスピーカーです。私はこの車椅子に少し工夫を加えて、車椅子のタイヤの動きを感知して、音をこのスピーカーから流すパフォーマーに連動した、音を奏でる車椅子。しました。
が出るかっていうと、この天井にたくさん並んでいる井上さんが作ったトゥインクルキャッチャーというものの、イメージをですね、から音を、考えて、流れます。ぜひパフォーマンスでどんな音が出るのか、楽しみに、聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、どんな音が出るんだろう。そう、楽しみやな。楽しみだね。おっ、楽しい。ずっと気になってたんだけど、後ろの音楽なんだろうね。ちょっと聞いてみよう。こんにちは。お名前なんですか？音楽を担当しました、バンドです。この音楽の特徴は何ですか？今日の音楽は、今弾いてるのはアコーディオンという楽器です。今日これから皆さんがダンスをしてくださる音楽、その中にもこのアコーディオンという楽器の要素は少し含まれておりまして、今日はウォーミングアップでちょっと使ってみました。それでこれから流れる音楽というのは、三角瑞希さんという詩人の方が書いてくださった詩をもとに作曲をしました。皆さんのダンスに合うように、それから有機的な内容をたくさん含んだ詩だったので、それを窓際や玄関などのインテリアにいかがでしょうか。考えて音を組み立てました。そして今日はいろんなオブジェからたくさんの音が出てきます。ぜひその立体的な音、皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います。どうぞお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すごいね。いろんなところに隠れているんだね。探してみるのも面白そう。あそこにかわいい、かわいいの、こっちキラキラしたのがあるよ。ちょっと聞いてみようよ。聞いてみようか。井上さん、はい、今ならこんにちは。こんにちは。名前なんですか？私は美術を担当している井上です。このキラキラしているものは何ですか？ティンクルキャッチャーといって、光と音を集める道具になっています。キラキラした小さな素材を集めて作っていて、なんか三角さんの詩からイメージした、なんかこの世界が一つ一つの小さなものがで集まってできているっていうのをイメージできるといいなと思って作りました。このキラキラしたものに名前はあるんですか？はい、先ほど言ったティンクルキャッチャーと言います。これって、はい、ティンクルキャッチャー、これって本当に売っているんですか？はい、ただいま絶賛発売中で1つ2000円になります。ぜひお買い求めください。そしてあとあちらのゾウさんの下で、今日自分で好きな色とかを集めて作れるようになっているワークショップもやっていますので、ぜひこのパフォーマンスが終わった後作ってお家に持ち帰ってください。割れてきたかな。ありがとうございました。すごい、すごいね。